はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、戦闘中やっていきたいと思います。で、ちょっとね、寝起きで動画撮ってるので、声が少し変かもしれないんですけど、まあ、やっていきます。で、今回はですね、戦闘中にはワープの巻物があるんですけど、くのいちってレーダーが使えるんですよね、そのハードモードでも。なので、ワープの巻物で遠いところにワープしたら、くのいちのレーダーって機能するのかをね、確かめたいと思います。じゃあレッツゴー、さーってやっていこう。で、今回やるのは、江戸の村やってみようかな。一応、江戸の村は、くのいち無料でもらえるので、まあ、江戸の村でやってみるか。で、ハードモード、レベル3。で、ここで、ワープの巻物を、まあ、5個、買っときますか。あと、このマップね、プロレスラーがね、早いから、足、スピードシューズ、レベル3、つけて、で、こんな感じでいこうかな。じゃあ、戦闘開始。さて、来ました。てか、なんでこんなに寝起きだと、パフォーマンスってこんなに落ちるんだろうね。まあ、人によって違うとは思うんだけど、やっぱりね、寝起きってなぜかね、声のパフォーマンスというか、体のパフォーマンスが落ちる。まあ、寝起きの、まあ、最初の多分1時間、2時間ぐらいはね、ほんとそうだよね。じゃあ、早速だけど、くのいち、取ります。オッケー。で、くのいちってボールも持ってるよね。オッケーオッケーオッケー。で、ここで、ぶの。大丈夫だよね。じゃあ、ちょっと一回使います。オッケー。あ、一応使えるっぽいね。くのいち遠いけど、くのいち持ってる判定だから、こうやってワープしても、一応見えるっていうことか。え、すごいね。あ、だけど、あ、来るね、来るね、くのいち。だけど限界はあるね、レーダー。ちょっともう一回これでワープすると、え、すごいところに行くね。やば。本当にやばいな。これでちょっとあっ、これ避けるか。まあまあまあ。で、くのいちが一応やられてないってことか。オッケーオッケー。これ結構いいよね、この合図。さーて、2試合目。敵同士となる。まあ、だんだんパフォーマンスは戻ってきてるな。いや、そう考えると寝起きはやばいな。じゃあまたやっていこう。まあ、さっきの試合は夢だね。ワンちゃんさっきまで寝てたかもしれない。オッケー、くのいち。そうで、テレビの戦闘中だと、ちょっとここでもうワープ使おう。オッケー。そう、テレビの戦闘中だと、あれなんだよな。なんか、バトルシューター的な感じ？シューター系だから、ゲームだとボールなんですよね。あ、倒された。これは？ Nope。 届かないか。まあ、ボール買っといて、まあ、これも当てとくか。じゃあ、まあ、一応もう大体、くのいちが遠いところ行っても、Nope。 何これ、当たんないか、どっちも。 OK。 んてか、ここ敵多いな。Nope. はい、3試合目。いや、さすがに3度目の正直、この試合は普通に勝ちたいぞ。で、今回はもうワープの巻物は買わないで、くのいちと一緒に戦いに行こう。まず
多分毎回、あ、そうだ、ボールもう一個買っとくか。ナイスー、いや、はやっ。何？取る？すごいな。よし。あ、オッケーオッケーオッケー。で、ボールを。ノープ。ナイス！くのいち。早いね。で、あの敵ちょっと倒したいけど。ナイス、早いね。やっぱ投げるスピード早いな、くのいち。で、後ろ敵2人いるんだよね。ボール回収して OK。 あれ、ちょっと逃げた。OK。 まあここまでは順調。さっきとは全然違うな。これ後ろからくのいち、ありがとう。はい、倒す。後ろ敵いるんだよな。はい、これも当てる。後ろ多分1体。まあ逃げたな、これは。逃げたというか諦めた感じだな。はい。そう、プロレスラーね、僕毎回言うんだけど、これがあるんだよね。なぜか投げる動作をして投げないというね。あぶな。ノープ。当たんないか、これ。オッケー。いいね。で、残り6人。いや、全然人多いな、そう考えると。はい、当てる。はい、やば、ここ、この橋めちゃくちゃいいな。はい、当てる。いや、すごい。いや、くのいち欲しかったな今。それでレーダーとか使って、あれだよな、敵とかを探したかったけど。 OK、 倒す。え、残り1人か。あれ、意外にパパッと倒せた感じ。まあまだまだね、残り1人ちょうど見えたから。OK、 GG。 やば、最後走ってこんなに強かった。橋の戦い。てか何気にこれ最高賞金というね。え、14人じゃん。はい、ということで一応今回は、まあ、なぜかトロフィーがね、これ1個プラスされた感じ。あれか、プロレスラー全員倒した的な感じかな。まあ、それだったら嬉しいね。まあ一応今回はワープで、ワープしてもそのくのいちのレーダーが使えるかどうかをね、ちょっと検証みたいな動画を撮ってみたんですけど、どうでしたか？ってことで一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しもったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、ボワー。